ただいまよりサイバーアンタッチャブルを始めさせていただきます。司会を務めますブリタニーです。よろしくお願いいたします。本日の話はサイバーアンタッチャブル高田喜一編集長と日本維新の会放送政治連盟調度院大閣総裁にお願いいたします。本日のテーマです。1つ目、総選挙の結果について。2つ目、高田エアバッグペヤングゴキブリ騒動について。そして3つ目、最高裁の在特会の上告棄却についてです。それではまず1つ目のテーマ、総選挙の結果についてお願いいたします。はい、今回の衆議院総選挙について話したいと思います。今回勝った政党というのは、公明党と共産党、特に共産党は非常に、改選前の8から21に激増させているんですね。で、これは投票率が非常に低かったことが原因だと。というのと、あと野党が あまりにもだらしなくて、しょうがないから共産党にこう入れた人がかなりいたと思うんですね。で、21という議席ですよね。で、20を超えると確か法案が提出できるんですね。これ大きいと思うんですね、共産党にとっては。次の選挙でこの議席をどうやって守るかっていうのが、課題にあると思うんですが。一方、自民党は勝ったといえば勝ったと言っていいんでしょうけど、ただ、どうですかね、絶対得票率、つまり、得票数自体は減ってるわけですよね。ということは、どうなんですかね、あまりこう、安心もできないと。得票率が上がれば、次の選挙でどうなるかわからないわけですね。特にアベノミクスの期待感がね、次の選挙ではおそらくどうな、景気が回復すれば、劇的に回復すれば別なんでしょうけど、もしね、悪化すれば、今までそのね、増税して公務員だとか国会議員の歳費だけを上げたことだけが、印象に残ってしまうことになりかねないわけですね。一方、民主党ですよね。民主党は前回はものすごく負けたから、多少増えてはいるんですけど、これだけど勝ったとは言えないですね。まず党首の海江田さんが落選しちゃってるわけですからね。海江田さんはもう引退した方がいいと思うんですね。比例で復活した菅直人氏もそうですね。民主党がなぜ国民の期待に沿えなかったかというと、結局、政権を取った時に、要するに自民党と同じようなことをこう やり始めたからですね。天下りだとかね、事業仕分けだとかって言いながら、結局、なんですか、自民党と変わらないようなことですね。要するに、彼らの目指してたのが、国政の改革より一種の労働貴族化っていうんですかね。要するに、組合運動なんかで、労働者の代表として活躍した人が、逆にね、経営者側と取引して自分たちだけ、いい思いをしようと。そういうところがあったと思うんですね。特に、海江田さんや菅直人さん。もう一つは、自民党から小沢一郎だとか、亀井静香だとかね、一番こう、金券にも、お金に問題があった人をこう、仲間にしたということも大きいと思いますね。小沢さんだとか入ったおかげで、多少ね、政権を取る時期が早くなったことは確かなんでしょうけど、失ったものも大きいと思うんですね。民主党はね、現在の執行部だとか、かなり入れ替えなきゃもう浮かばれないと思うんですね。特にその政権を取ってた時に中国や韓国に対して弱腰だという印象が非常に有権者に印象付けられてしまいましたからね。別にその安倍政権にあまりね、対立するというのも、必ずしも国民は支持しているとは思わないですけどね。次世代の党ですか、より右寄りの党、壊滅的に減ってますからね。
そして沖縄では、自民党候補が、落選していると。そういうことを考えれば、国民からすれば、なんですか。対馬を韓国領だとかって言ってきたり、あるいは、小笠原で赤珊瑚を密漁したりとかって、そういうことがあるから、多少ね、防衛問題も真面目に考えないといけないという意識はあっても、だからといって、海外で紛争を起こしたりというのは、困るということですね。だから、それなりに国民の意思は反映されたと思うんですね、私の場合は。安倍政権に対して、期待したのは景気回復なんでしょうけど、ただもうすでに2年経って、ただ、その景気政策はおそらく3年か4年ぐらいしないことには、その効果というのは出てこないわけですね。だから今までみたいにその1年や2年でね、総理が変わっちゃうと。今確かに何ですか、政策の一貫性がなくなるわけですから、良くないんでしょうけど、ただ、あと3年ね、安倍政権が続いて、それで景気が回復しないっていうんだったら、もうおそらく、次の選挙では、総選挙区制の、では、一旦ね、支持を失うと、壊滅的に敗北することは明らかですから、自民党もよほどしっかりしないといけないということですね。私からは以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。今、高田編集長が言った通り、やはり投票率が52%ということによって、組織政党が有利になったことは明らかであると。特に公明党、共産党、そして、自民党の後援会組織、これは非常に有利になる。そのいわゆる公明党が自民と連立を組んで選挙協力がバッチリ出来上がってるから、小選挙区において圧倒的な力強いものを発揮したと。その52%になった原因は、12月というクソ忙しい時の解散ということに対して、もういい加減にしてくれという国民感情があったり、アホらしくて選挙なんか行ってられるかという気持ちも多かっただろうけども、それ以上の原因はやはり民主党の海江田があまりにも信用がない、国民から信用されてない。畑山も問題があり、菅も問題があり、野田にも問題があったけども、一番悪いのはやっぱり海江田だろうと。頭の悪い中学生が大人になったような、程度の男だから、何を言っても、しらけちゃうと。党内でも浮き上がっちゃうと。民主党党内が一致団結しないんだから、海江田じゃ嫌だと。あの馬鹿何言ってるんだと。なぜこんなのがまた代表になったのかと、いうのが問題であって。海江田が出るたびに民主党のイメージダウンになり、それが野党第一党ですから、野党はダメだということになった一つの原因は海江田なんです。それと野党と新党はダメだというイメージを作ったのが渡辺芳美。これは政党助成金をちょろまかしたり、ブラック企業の DHC の吉田から8億円を、むしり取ってきたり、そして政治資金規正法に問われたりと。あれだけ改革派のイメージを作ったみんなの党が、自民党の一番悪い体質をいまだに持ってたのかと、やっぱり渡辺の化けの皮がはげたという。これによって新党は信用できない。全ての新党がダメになったのは、吉見のおかげで、渡辺吉見のおかげなんですよ。だから、
なぜ 52% の投票率しか出てこないかという原因は、この年末のクソ忙しい時に中小企業が給料払うのも大変だと、ボーナスなんか払いっこないと、年末の手形をどうやって落とすかというさなかに選挙やったんじゃ、中小企業の親父たちはバカらしくて選挙なんか行ってられるかという気持ちになる。そして野党が信用できない、その信用できない筆頭は海江田である。新党も信用できないと、税金泥棒の渡辺芳美だと。結果はやはり小沢一郎やみんな一緒じゃないかと。亀井静香、小沢一郎、渡辺芳美も全部税金泥棒のこそ泥たちじゃないかと。税金をこそこそと盗む害虫じゃないのかと、ゴキブリじゃないのかと。だからもうこの新党は信用しない。その生活の党も次世代の党も2つしか取れなかった、2人しか。これは新党に対する不信感がその表れだ。同じ新党でもやはり腐っても対は対、橋本徹の新党は41を取ってる。これはやっぱり橋本がこの新党不信が、新党に対する不信がこれだけ高まってる最中でも橋本は別だということですね。橋本だけはやはり期待したいという気持ちが根強く全国的に残っておるんだろうと私は思う。だから橋本が今度柿沢美と、それから無所属で出た浅尾圭一郎、橋本、柿沢、浅尾で3人組んでバーンと新党として表に出れば、おそらく自民党をひっくるやつだけのブレイクはするであろうと私は期待している。ありがとうございます。続いてのテーマです。高田エアバッグ、ペヤングゴキブリ騒動についてお願いいたします。あ、はい、すみません。高田のエアバッグ問題がアメリカでまあ非常に、だけどこれはアメリカだけじゃないんですね。そして以前トヨタのブレーキ問題、これはまあ多少なんていうか言いがかりって言っちゃ言い過ぎかもしれませんけど、まあトヨタの側にも同情すべき面があったはずなんですね。まあエアバッグ、ブレーキの問題は、まあなんか意図的にこう リコール運動をやってた人たちもいたというふうに聞いてるんですが、ただこの高田の問題はかなり深刻なんですよね。今までの日本のこう品質管理の信用が失われかねないという問題ですね。で、まあ、高田という会社はもともとその滋賀県ですかね。で、シートベルトを作ってたというか、から始まったらしいんですね。で、まあ、同族経営だったと。で、まあ、大手の自動車メーカーが、まあ、海外に進出したのに合わせて、まあ、外国で生産をしていたと。で、メキシコで生産したメキシコ工場の、稼働ですね、の後から、エアバッグに深刻な問題があったということなんですね。で、エアバッグが作動すると、まあ、爆発っていうか、まあ、一種の膨らますための爆発が、逆にこの、手榴弾破裂させたような感じで、まあ、部品がね、飛び散るというかなり危険な状態ですね。本来、人命を救うため のエアバッグのために人が死んだり、あるいは、怪我したりというような状況だと。で、これはまあアメリカの議会でね、大きく取り上げられて、まあ、全米でもなんですか、リコール運動ですね。で、あとアメリカの場合は特に弁護士が強いですからね。ですから、どんどん訴訟を起こそうと、まあ一種のなんですか、金のなる木というような感じなんですね。だから、まあ、どのぐらいダメージを受けるかっていうのはちょっとまだわからないところがあるんですね。まあこれは海外に進出するときに、ね、まあよほどこう現地の工場でね、日本と同様の品質管理をしないと
まあ、特に安全性の問題のある、ね、あの部品だとかというのはかなり、ね、特に対応がまずかったというんですね。あの検査をこう検査結果を破棄したりとかっていう問題でですね、あの隠そうとしたっていうんですよね。まあそういうところから、まあ、かなり懲罰的な罰金を取られるんじゃないかということですね。もう一つ、このペヤングゴキブリソードって、ペヤングというのはあの、インスタントの焼きそばのことですね。でこれはあのまあ学生さんがなんかその製品の中にゴキブリが入ってた写真をインターネットにこう流したら、それをきっかけに、まあ、なんですか、非常に、まあ、一種の、まあ、店頭からね、そのペヤングという焼きそばが全て姿を消すぐらい大きな問題になったわけですね。まあ、食品でね、以前、お菓子の、なんだっけ、シュークリームかなんかのね、まあ、これはテレビ局がやったんですね、TBS だったと思うんですが。で、あれ、ね、でもね、まあ、だから食品メーカーっていうのは非常に品質が大事だということですね。ちょっとでも、ね、異物が入ってたり、まあ、食中毒はもちろんですけど、やれば、一挙にネットによって広がってしまうと。まあ、中国でもね、餃子で、まあ、これは毒が入ってたと。まあ、まあ、一種、まあ、わざと故意に入れたもんですかね。で、まあ、そのために山東省に で作ってた日本向けの食品というのは全部輸出ができなくなったということがあったと思いますね。まあ、これはまあ、多分、故意ではなく、まあ、たまたま入ったんでしょうけど、まあ、それにしても、これだけ大きな、まあ、深刻な問題になってしまうと。特にネットというのがありますからね。単にネットで書くだけならね、ともかく写真付きで載せられたりしたら、まあ、非常に影響が大きいということですね。で、もう一つ、まあ、これとは関係ないんですけど、まあ、ネットの影響力というのは大きいんですね。最近、まあ、その食品問題とは関係がないんですが、まあ、ある芸能人がね、なんか、SM をやって、まあ、そこでカンボジアの少女ですか、なんか、腕の骨を折らしてくれとかっていうことを頼んで、それをネタに脅されてると。まあ、いう話が出てるんですね。で、ネットには名前だとかも出てるわけですね。ただ、この芸能人の場合、民主党の支持者だったんですね。鳩山、あと、原発にも反対してたということなんですね。だから、実際どこまで本当なのかっていうのはまだ分からないんですね。ところが、まあそういう一種のね、まあ製品だけじゃなくて個人に対しても信用失墜のためにネットが利用、悪用される、悪用かどうかはまだ分からないですけどね。まあ例えばその SM といったってね、実はその M の方だったとかね、まあそれだったら別に犯罪とは関係ないわけですけども。まあだから半分ぐらいは事実が含まれているのかもしれないけれども、まあそれを利用して、まあその政治的にね、その反対者を失墜させ、信用を落とそうというようなことが、まあ行われる可能性も十分あると思うんですね。まあ私からは以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まあ車のね、部品の精密さというか、安全性、精密、全ての面で世界の最高のレベルが日本の部品であると。これも全世界が認めている。日本の次がドイツ。ドイツの部品は完璧である。フランスとか英国とかアメリカはかなりの差で精密安全性がないと。まあ、そういう意味で言えば、キャデラックにしてもですね、リンカーンにしても、まあ、そういう日本のトヨタの車に比べれば、事故が多い、故障も多い、エアバッグにおいても問題があるはずだと。日本のエアバッグにこれだけのアメリカで、リコール運動が始まるかっていうのはね、
一つは私は陰謀が裏にあるんではないかと、日本車のイメージを貶める陰謀があるんではないかと。だから本当に高田のエアバッグが不良品なのかと、まあどれぐらいの確率によってそれが不良品と定めるべきなのかと、100万台売って一件の事故起こってそれが全て不良品とは言えないだろう。そのエアバッグの危険性はアメリカ製のメーカー、フランス製のメーカーと比べてどうなのかと、いろんな観点から分析する必要があるとは思うんです。わしは日本のその生産体制の中で供給される部品、その精密さ安全性は世界一である。まだ日本の工業技術は捨てたものでないと、全世界の消費者から信用されている。政治は全くデタラメで信用されてないが、まだ日本の産業界の工業技術は信用されている。特に中小企業が開発した伝統技術というものは世界中の誰もが真似のできないような名人芸があってですね、日本でしか供給できないというものがいっぱいまだあるわけです。まあそういうものでこの高田の問題というのは、私は裏に陰謀があるんではないかと。特にユダヤ系の連中の陰謀によって日本の自動車産業に打撃を与えるために作られたシナリオが働いた場合もあり得ると、こう思っております。ありがとうございます。最後のテーマです。最高裁の在特会の上告棄却についてお願いいたします。はい、これは在特会京都朝鮮第一初級学校ですね、の前でヘイトスピーチを行っていたことに対する損害賠償を命じられた法廷判決に対して在特会が最高裁に上告したのは、結局棄却されて確定したということですね。で、在特会側には1200万円の賠償が、命じられているわけですね。で、これ、1200万円というのはかなり大きな金額ですね。それだけ、悪質だということだったんでしょうけど、ただこれね、で、ヘイトスピーチ自体を規制しようと、そういう法案も、審議されてない。ただ、私はヘイトスピーチを規制する法案は必ずしも必要だとは思わないんですね。もし作ると、おそらく他のことで使われる可能性っていうのは大きいと思うんですね。例えば、政府を批判したりね、反原発ですか、そういう政府に立てついた言論を規制するために、逆に言えば、その、在特会がやってたヘイトスピーチですね、あれは、現行法でも十分対応できたはずなんですね。それを警察がやらなかったから、裁判になってたということですね。例えば、朝鮮総連だとかね、ああいう団体の組織の前でね、やるんだったら、まだわからないことはないんですね。その警察はね、学校、子供が通う学校だとか住宅地ですよね。これは埼玉のカルデロナさんというフィリピン人の女の子のところでやってたんですね。で、あと大久保ですか、商店街。大久保や池袋の商店街でもやってたと。ね、一種の威力業務妨害だとか迷惑条例には引っかかってるはずなんですが、警察は民事不介入だと言って、むしろ在特会側を保護してたわけですね。ああいうのは現行法で十分適用できたはずなのに、警察がやらなかったから、結局裁判になって、1200万円、かなり重いということですね。桜井会長ですか、辞めましたけど、彼が責任者として支払うのかどうか分からないですね。なんか1000万円ぐらい着服してたとかって、その給付金を着服したんじゃないかなって言われてますけど、本でかなり儲けたはずですかね、在特
大嫌韓時代ですか。まあ、どのぐらい浮いたかはっきりとは知りませんが、まあ、彼が払うのか、あるいは在特会がまあ払うのかさは分かりませんけど、まあ、あるいは払わないかもしれませんけどね。だけど、ああいうね、その要するに個人だとかその商店ですね、を対象にしたヘイトスピーチというのは、まあ、これは警察が取り締まるべきなんですね。本来、その迷惑条例でも何でもね、適用できたのに、彼ら、やらなかったわけですね。で、前に行った新宿の前では、目の前で、脅しに暴力振るってても取り締まれなかったということですね。まあ、その結果が裁判所の判決と1200万円の賠償という、まあ、かなり高くついた判決だと思うんですが、まあ、これは当然のことでしょうね。ただ、ヘイトスピーチ自身をね、規制する法案っていうのを作ると、逆に、まあ、政府を批判したりする言論に対して、まあ、警察がね、取り締まるために利用するということもあり得ると思うんですね。以前、麻生さんの家ですか、渋谷で麻生さんの家を見に行こうとした学生たちが、まあ、いわゆる、理由もなく逮捕されてますけどね、ああいうことを、要するに法律ってのは作ったって利用するそれを使う人間がねでたらめになったらどうでも好きなようにやれるわけですよね。だからまあヘイトスピーチを規制する法案はなくたって現行法でその個人だとかね商店街に対するまあ商店といっても普通の商店ですよね。まあそれは違反営業してるとかなんかよっぽど悪いことしてるんだったらともかく。まあそうでないところに、まあ、業務妨害のようなことをやってるのは、まあ、これは普通の法律で十分対応できるんじゃないかと思いますね。まあ、私からは、以上です。まあ、山口さんって、山谷恵里子さんがね、今回選挙で、まあ、自民党が勝ったわけですから、そのまま留任するかどうかって、これも注目しないといけないと思いますね。以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まあ今言ったように、まあそういう妨害的な宣伝スピーチは、まあ、業務妨害、威力業務妨害で十分対応できるわけであって、ヘイトスピーチ特別法いうのは必要ないだろうと私も思うし、それから大特会というのは実態がよくわしもわからんのだが、まあ朝鮮総連の朝鮮学校がそういう攻撃を受けた場合は、朝鮮総連は用心棒として朝鮮総連内部に剣道会という空手組織があって、その剣道会の空手組織が行動体となってですね、朝鮮総連のガードをすると。だから剣道界もかなりの腕の立つやつがたくさんおるし、行動力はあるはずだから、総連と剣道界が一体となれば大徳会を叩き潰すこともできるのではないかと。なぜ総連剣道界はこれに対応しないのかと。大日朝鮮人とか大日韓国人とかいうのは日本にそれなりの人口を持ってるわけですから、そして組織があるわけですから、朝鮮総連の補助マンもそういうことをやられれば、拉致ばっかり やってるに大徳会に対する攻撃も加えていいのではないかと。なぜやらないかと。補助マン、己の銭儲けばっかり考えとよるじゃダメだお前は。それから民団も最近だらしない。民団も一致団結して大徳会を攻撃する。総連と民団が一体となって朝鮮統一をやってたら、それでそういう朝鮮半島の朝鮮人に対する誹謗中傷は断固許さないという行動力を発揮すべきであると。で、あなた方もその
朝鮮人と言われたり韓国人と言われたり、向こう行けばキョッポキョッポと言われたり、非常に、片身の狭い思いしてるわけだから、日本で生まれた、日本で教育受けた、日本で育った以上は全員は日本に対して帰化をして早く日本人になるべきである、私はそう思っております。ありがとうございます。本日の裁判アンタッチャブルはこれで終了させていただきます。ありがとうございました。日本はユーロシアの一員であると。